待つのじゃキリト。なんだカーディナル。アドミニストレーターが復活したと聞いておいて、最上階にお主らを行かせるわけにはいかん。でも今動かないときっと取り返しのつかないことになる。そうじゃ、その通りじゃ。分かっておる。しかしわしは自分の選択で誰かが命を落とし後悔したくないのじゃ。後悔？シャーロットのことですね。それだけではない。わしはキリトとユージオをアドミニストレーターの元へ送り出したことを長い間悔いていた。結果としてシャーロットを除き奇跡的にわしらは生き残ることができた。じゃがもしかしたらわしやキリトやユージオ、そしてアリスもあの場で死んでいたかもしれん。そう考えるとやはりお主らを簡単に最上階へ行かせるわけにはいかんのじゃ。カーディナル様、分かってくれキリト。とはいえ何もしないでいるなんて俺にはできないよ。命を落とすのかもしれないのじゃぞ。何もせずにいて取り返しがつかない事態になるよりはずっとマシだ。わしが知りうる全ての術を使いお主を止めることに全力を注いだとしてもか。それでもたとえカーディナルに止められても俺は行く。そうか、いかにもお主らしいの。分かった。ではわしから一つ提案がある。わしは今から飛行術で最上階まで向かう。そして接触可能になったカセドラルシダーを解析する。何が得られるかわからん。解析にどの程度の時間がかかるかもわからん。とにかくわしはここから一時的に離れる。お主がここに留まることを信じてな。悪いなカーディナル。なぜ謝るのじゃ。お主はここでわしの解析結果を待つ。そうじゃろ。ああありがとう。では行ってくる。行こうか。うん、そうだね。最上階、一体そこで何が起こってるんだ。それと、ええ、しかし、ああ、ちょっと、だけど。そうですね。つまり、ダメです。それでなぜ？それで、ああ、
ね、まったく。おい、さて、
疲れ様。お疲れ様。あの、ああ、